藤園ホテル稲取。土曜予約が取りやすいコスパ激高のホテル。一泊二食プラス酒飲み放題で7,800円。秒速で伊藤園ホテルに宿泊する男賃安。静岡県鴨郡東伊豆町の伊藤園ホテルホテル稲取に宿泊してきました。今回でかれこれ4度目の宿泊となります。フロントがある三崎館に到着。ホテルは三崎館と天城館に分かれ、天城館にも駐車場がある。車で上り坂を上がっていくと天城館の入り口と駐車場へたどり着く。にしても同じホテルなのにやけに距離が離れているな。天城館の駐車場の隣は稲取竜宮岬公園伊豆屈指の珍スポットであるどんつく神社や展望台がある。竜宮岬公園全体図。展望台へ。海の景色が絶景。稲取岬灯台。稲取の街を展望できる。鳥羽一郎が歌う古賀政男記念大賞にも入賞した愛連岬の歌碑。歌碑に使われている巨大な築城石は400年前の遺産碑の前に立つとセンサーで愛連岬のメロディーが流れ出す。伊豆の有名な珍スポットどんつく神社、巨大な銅祖神が祀られているってあれなんだけど、フロントがある三崎館。フロント？ロビー？浴衣はセルフで。土産物や製氷機、自販機、電子レンジ、アルコール自販機ストロングゼロ190円。個人的にはサントリーのこだわり酒場レモンサワー 9% が欲しい。ロビー隣にあるカラオケルームヤドカリ。天城館5階にある宿泊者無料の卓球場。天城館5階の宿泊者無料カラオケ。天城館5階にあった露天風呂は有料貸し切り風呂に変わった。50分1650円フロントで予約する。利用開始時間。大浴場、脱衣場、内風呂、サウナもあるが昨今の事情で稼働してない水風呂は空っぽ。泉質はナトリウムカルシウム塩化物泉、低調性、中性、高温泉。効能は関節痛、神経痛、五十肩、筋肉痛、内身、慢性皮膚病など。大浴場前の休憩場マッサージ機もある。そろそろ部屋に行きましょう。当日宿泊の部屋は最安値の部屋三崎館にある。洋間の部屋なかなか綺麗。椅子をデスクの下に持って行ってノートパソコン広げようとしたんだけど微妙に難解だな。洗面台、エチケットルーム、ドライヤー、歯ブラシ、タオル、お菓子、グリ茶、温水ポット、
窓の外の景色、まあ海側じゃないのは想像していた。夕食バイキング、チーズフォンデュとチーズ料理フェア開催。別注料理はフロントで申し込む。ちなみに別注料理の金目鯛の煮付け1000円は系列トップレベルの安さ、大きさも味も申し分ない。和食膳を選択したり別注料理を選択した場合指定席となる。冷製カルボナーラ、小松菜のおひたし、さつまいものレモン煮、ネギチャーシュー、寿司、サーモン、小肌、エビ、イカ、刺身三種盛り甘エビ、カツオ、ビンチョウ、キノコの白和え、彩り海鮮の昆布だし和え、ナスの煮浸し、おつまみメンマ、油カレーの幽庵焼き、枝豆、チーズフォンデュ、韓国風チーズのり巻き、チーズクリームブリュレ。タンドリーチキン、鶏の唐揚げ、鶏天、かぼちゃの天ぷら、味噌田楽、ビーフシチュー、プレーンチーズピザ、ピザソース牛しぐれ煮、ツナとズッキーニのトマトソース、キーマカレー風ソース、エビマヨ、タコとブロッコリーのバジルソース、タバスコ、メープルシロップ、ココットバーグ、ココット串カツ、うずら卵、ミニトマト、はんぺん、エビ、かぼちゃ、厚切りベーコン、ブロッコリー、八宝菜、麻婆豆腐、チャーハン、茶碗蒸し、白米、サラダ、ドレッシング、ロールケーキ、カットケーキ、プチシュークリーム、わらび餅、パイナップル、ライチ、ミルクバー、ジュースサーバー、お茶、ホットコーヒー、氷。伊藤園ホテルは無料で酒飲み放題、キンキンに冷えたグラスに注ぐアサヒスーパードライが最高。チューハイサーバー、レモンサワー、ハイボール、強炭酸水、熱燗、果実酒、地酒。ほどなくして会場もヒートアップ。こんな感じに盛りました。チーズフォンデュ伊豆にある伊藤園ホテル、冬定番の料理フェアで味わえる。チーズは何にでも合う。2、八宝菜ご飯にかけても美味しい。チーズフォンデュ用にうずらの卵が用意されていたので八宝菜に補充した。3、そば油っぽい料理が多かったのでそばのさっぱり感が際立つ。4、チャーハン伊藤園ホテルのチャーハンは美味しさの安心感がある。5、おつまみメンマ、この料理は伊藤園ホテルでは珍しいが酒のつまみに最適。6、油カレーの幽庵焼き、伊藤園ホテルで初めて目にした。大浴場、翌朝5時男女の大浴場が入れ替わる。脱衣場、内風呂、洗い場、朝風呂に癒される。昨今の事情でサウナ稼働してない、頼むよ伊藤園ホテル。露天風呂、
前日の男風呂は露天風呂ないし、昔の露天風呂は有料貸し切り風呂に変わったし、露天風呂の開放感は本当に癒される。朝食バイキング、開始時間前に行ったら朝食バイキングがすでに開始されていた伊藤園ホテルではよくあること。気にしない気にしない。アジの干物、サバ、湯豆腐、味付け海苔、納豆、ネギネギ。確かに納豆にトッピングすれば相性抜群。ポテトのニンニクバター炒め、白身魚のフライ、厚焼き卵、オムレツ。オムレツかスクランブルエッグのどちらか出るのが伊藤園ホテルの定番なのですが、このホテルはオムレツを選択した。フライドポテト、あんかけ肉団子、粗挽きウインナー、ピリ辛こんにゃく、なめたけ、温泉卵、松前漬け、ハム、ごま昆布、サラダ、ドレッシング。伊藤園ホテルの朝食バイキングのサラダで夕食バイキングそのままというのも珍しい。味噌汁、コーンスープ、おかゆ、ご飯、梅干し、青かっぱ、つぼ漬け、シューマイ。伊藤園ホテルで絶対に出る料理、食パン、ハイガロール。伊藤園ホテルのパンは正直期待できない。きんぴらごぼう、ナスのポン酢あえ、ひじきに、切り干し大根、刻みオクラ、コーンフレーク、グレープフルーツ、ヨーグルト、フルーツカクテル、牛乳、お茶、コーヒー、氷、ジュースサーバー。こんな感じに盛りました。新安プレゼンツ伊藤園ホテル稲取朝食バイキングおすすめ料理。1. ポテトのニンニクバター炒め。伊藤園ホテルで初めて目にした伊藤園ホテルのじゃがいも料理ではなかなかうまい。 2. アジの干物伊豆の伊藤園ホテルでは定番。 3. サラダドレッシングの種類が豊富。 4. 松前漬けとオクラのネバネバ丼、ネバネバがうまい。5. オムレツ。伊藤園ホテルではスクランブルエッグかオムレツが出るのが定番。この選択は正しいと思いますよ。 6. 粗挽きウインナー。最近の伊藤園ホテルではオリジナルの伊藤園ウインナーを目にする機会が減った。総部屋数70。伊藤園ホテルでも中規模のホテルであまり目立たない存在だが、朝夕バイキングはそこそこ充実していて、土曜の予約が取りやすく使い勝手がいいホテルですね。